はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は、サクチャレ SG 高校の、予行演習として、やっていきたいと思います。1月の27だったかなから始まる、サクチャレのメンバーで、イベントデッキをちょっと組んでみました。こんな感じになってます。新島ちゃん、穂村ちゃん、桜の宮、草の、清水薫ちゃん、ヒカミンという感じで、打撃、走塁、肩、守備、精神、マネージャーと。で、さらに草野までが、野手キャラで、カオルちゃんが投手で、ヒカミンが、マネージャーキャラということで、ボーナスも、重視してかつ全員特攻キャラになってます。この中でいくとちょっとね、桜宮がうーんっていうところではあるんですけれども、ちょっと全員一応ボーナス付きで、やってみようかなと思いました。で、これね、編成究極で、究極っていうか何が究極じゃなくて迷子なんですよ。迷子後1っていうね、そんなんやったことないよっていう感じにはなってるんですけども、ただね、イベント数的には、新島ちゃん告白合わせて、最初の自己紹介は抜かしちゃうんですけど、告白合わせてイベント数は2で、穂村ちゃんも、イベント数は2で、草野が、イベント数4で、清水薫ちゃんが、イベント数4で、ヒカミンが告白合わせて、イベント数2っていう感じなんで、全部合わせると14なんですよ。だから迷子にしてはそこまで重くないかなと。さきちゃんと小村ちゃんが、軽いんで、なんとかいけるかなといったところですね。一応イベントは全部切らないで進めていこうかなと思ってます。ちょっとこれはね、試作型なんでやってみてどうなるかなというところではありますけれども。で、アイテムに関してはお守りと、招き猫ですね。で、彼女キャラが2人いるんですよね。さきちゃんとひかみんなんで、井戸端が発生するとちょっときついかなっていうところですね。発生しないで進めていければ、経験点的にも、楽に伸びていけるところはあると思います。やっぱりね、関係修復がめちゃくちゃ大変なんで。じゃあやっていきましょう。コツが来てますね、新島ちゃん。ただね、クリスマスはやっぱりひかみんなんですよね。新島ちゃんが来るとちょっと経験点下がっちゃうんで。で、今回もまた、経験点重視になりますので、もし直抑えできるコツがあればどんどん直抑えをしていきます。なんだか練習が微妙だな。で、筋力キャラがいないんで、筋力が足りなくなるのと、ガードレベルですね。やっぱりミッションが重要なんで、ガードレベルを上げていきたいなとは思ってます。ミッション多分ね、上手い人だと、主人公がガードレベル低くても多分なんとかなると思うんですよ。でも俺はあんま上手くないんで。てか、新島ちゃんめっちゃ来るな。3% のヒカミンか、どうしようかな。評価下げだな。やっぱね、主人公は高レベルのガードにしておきたいっていうのが一つあるんですよね。カオルちゃんとか全然使ったことないな。さすがにこれは練習できないから寝ましょう。通常のね、ミッション、その今回は編成が特攻キャラで来てますけれども、通常のミッションでいくとやっぱりね、ガード2、バウンサー1、レンジャー1っていうのが、自分の中では基本になってますね。穂村ちゃんに変えて、で、桜の宮か、さきちゃんかって言ったら、一応さきちゃん。で、今のところは、草野の方がレベルが高いのかな。一応こんな感じが基本の形になってます。で、一応この編成だったらこれを基本にいけるかなとは思うんで、やっぱりね、果たし状ですね、果たし状。果たし状がもう高レベルのガードがいないと、まず無理なんで、そこですよね。
で、まあ、ミッション的には、まあ、高レベルのものは、まあ、竜の卵とゴーストバスターと果たし状なんですけれども、ゴーストバスターはね自分はめっちゃ苦手ですね。ゴーストバスターに関してはレンジャーがね2人いるとだいぶ楽なんですけど、ちょっと編成的にねレンジャーが1人になっちゃうんで、そうするとね結構失敗しますね。で竜の卵はまあ別に特段問題なくクリアできます。で果たし状はもうカラスありでクリアするんで、と言ってもまあ出てきてくれることが全てですけどね出ずに終わるっていうのも全然ありますからね。とあと桜の宮がねどれくらい働いてくれるかですよね。で桜の宮はキャッチャーなんで、キャッチャーで行こうかなともちょっと思ったは思ったんですけど、確かこれあの金徳イベント球界の頭脳で、まあ、キャッチャーだったらまあ球界の頭脳もらえるんですけど、キャッチャーじゃないと多分ね守備職人のコツをもらえるはずなんですよ。でそうすると草野のねコツはね多分潰しきれないんで、いわゆる青染めして、ちょっと待ってくださいね、チームメイトの桜の宮の特殊能力を見たいんで、そうですね、サブポジにキャッチャーを入れて、まあ、キャッチャー丸は抑えちゃおうかなと思ってます。で金徳で守備職人取って、でそこで守備職人は、まあ、抑えるという流れでいこうかな。コツか、新島ちゃんとヒカミンがいるな。ちょっと新島ちゃんの評価が高くなってきたけど大丈夫かな。まだ司令塔の使命、これも初めてだな。てか桜の宮自体使うの初めてですからね。最初は普通に進んでいくと、チームメイト評価上がるのいいね。ただあんまり上がりすぎるとね新島ちゃん来ますからね。まあただ迷子っていうのがあるから、告白イベント自体どうなんだろうな。これは本当はね精神やりたいんですけどね、まあ、ちょっと筋力でいきましょう。で今回の筋力って今のところ出てるのが特攻キャラ古長だけじゃないですか。で確か古長ってアプリの方で今もう排出停止になってますよね。ちょっと俺アプリはあんまりチェックしてないんで、まあ、変わってるかもしれないんですけど、その出したくないキャラランキングベスト5に入って今排出停止になってるはずですでそうすると、今度27日でもしかしたらなんか新しいガチャが来て、筋力キャラが特攻で追加されるんじゃないかってもちょっと言われてますよね。まあそこは分かんないですけど、だからまあそこは実際に27日が来てどうなるかといったところですね。いや、あげちゃおう。まあ、どっちも彼女にならないっていうのが最悪ですからね。まあ、まだ練習なんでね、ここは。練習っていうか、試作型なんで。かおりちゃんがいるときはちょっとメンタルやっておきたいんだよな、やっぱり。確かかおりちゃんって得意練習率アップ持ってますよね。ヒカミンまだか。 13% かちょっとやっちゃおう。うわー怪我した。もう10月の3週だよ。ちょっとな評価が欲しいな、評価が。で草野は勝負に集中だと。いいねいいね。草野もねこれ結構経験点くれるんでいいっすよね。いないいないぞ。これは寝よう。ミッション見よう。草野か。走塁のコツか。あれ草野って盗塁だったっけ盗塁だったよね。いや寝よう。さて11月に入ってしまった。おいいね。
カミンの能力を上げていこう、能力じゃないや、評価を上げていこう。経験点もいいっすね。もう告白には届いてるな。悩むねこれはいいね。いや、ちょっと練習の感じがうまく噛み合ってないな。体力もマックスだし、これは経験点を取っていきましょう。体力がね減ってれば、まあ、体力回復をやってもいいんですけど、打撃練習でいくか。そのところだ、やってやるぜ。これちなみになんか1回も失敗したことないですけど、成功率って高いんですかね。うおー、にじまちゃんも告白に来たな。これ多分タッグが組めるようになると告白来ますよね。カミン頼むよマジで。チームメイト評価がどんどん上がっていく。これはなんだ、どれだ、大変だったね。おー、いいね、めちゃくちゃ経験点入るな。これはちょっとミッションを見てみよう。あー、評価が10上がってスナイパーレベルが上がる。スナイパーはいらないか。ヒカミ家の事情、ガードプラス1、技術ポイント20、逆境、高速チャージはなもらえるしな。内野安打って、草野とか持ってたっけ。なんか草野のコツがいまいちまだ全部覚えてないんですよね。どうしようかな。スナイパーレベルが上がるのかよ。レンジャーレベルが上がるっていうんだったら絶対やったんだけどな。寝ますか。ちょっと本当になんか練習があれだな。22レベル。清水香織はガードか。そうかそうか。まあ、とりあえず2回目の定期ミッションなんでこれでいいでしょう。小村ちゃんのね、レンジャーレベルはね、やっぱり31までは上げないと。ゴーストバスターが貫通できないとね、ほんときついんで。てかゴーストバスター貫通できないと絶対クリアできないんで確か31ですよね、貫通できるレベルが。まあ、定期ミッションは別になんてことはないんで。だからミッションに関してはやっぱりね、役割もねめちゃくちゃ重要になるんで、手持ちのデッキでまあその特攻キャラを入れていった時にどういう役割になるかっすよね。多分自分のやつはガードでいけると思うんで、これね偏ると多分辛いと思うんですよね。で、あと俺はもう野手でやります。野手でやるんですけど、重野とか持ってる人は投手でねやってもいいと思うんですよ。また高速チャージかよ。投手もね今回結構経験点はね狙っていけると思うんで、ヒカミンちょっと上げとくか。ただ投手になるとおそらく役割がねだいぶ偏ると思うんですよね。あとは試合がちょっと勝ちづらいっていう、試合での経験点が、まあ、伸びないんで、そこをねうまくやればデッキ揃ってる人は投手もありだと思います。桜の宮ってどうなの12、11、11、まあこっちでいいか。っていうかどっちも告白してこねえな。桜の宮、あ、体力が下がる。うお、すげえ経験点もらえたな。でもあれ、もしやクリスマスは一人ぼっちっすか。迷子はここが辛いかな。
まあ、小村ちゃんは絶対完走してもらいたいからな。あ、守備職人でもスナイパーレベル10のスナイパー、寝よう。しかも全然回復しないし、てか桜の実やったら速攻で終わるな、イベントが年内に終わるし。これはね、どっちもなんとかして経験点を取りに行きましょう。ミッション役割は変更しなくていいんで、もう寝よう。なんか結構寝てばっかりな気がすんな。だから投手でいくと多分、ゴロウ、イヌキ、カオルちゃんあたりを揃えられれば結構経験点はいくと思うんですよね。イヌキより眉村の方がいいのか。 SG キャラより別キャラの特攻キャラの方がパーセンテージは高いんで。あ、そう、俺ね、眉村はね、取れなかったっすね。1200ないんでダメで、多分石はね200個くらい使いましたね。200個くらい使って1200位で最終日てかそりゃ彼女いねえな最終日ね、全然順位が上がんないっすね。あれ石1個使って1回試合やって遅いよ石1個使って試合1回やって2万ポイント取ってランクが1しか上がらないみたいなマジかよって思って。で一応、次のランクまであと何ポイントみたいなのがあるじゃないですか。で最終日確かね、その1200くらいだった時500何万ポイントだったのかな、500何万ポイントで次のランクまでが100何万ポイント必要で、もうこれ無理だと思って諦めましたね。今回のね、前村は多分ほんときつかったと思います。多分700万はいってないと思うけど、700万近くとか。あ、いいね、メンタル行ったんじゃないですかね、ボーダーライン。多分それでもまあ650万とか相当高いボーダーになったと思います。まあ、眉村をねガチャで当てられればね、そこ参加しなくてもよかったんですけど、ガチャでね当たんなかったからね。さてどうしようかな。ミッションムードか。小村ちゃんいるしな。ガードレベルが上がるってことはガードの人を一応入れておこう。そうだな。でムードは取っちゃいましょう。あとね、あんまりミッションをやりすぎると練習しないんでレベルが上がんないんですよね。でそうするとそうするとミッションがまた辛くなるっていう。本当危ないなこのイベントは。インコースは取っちゃって、守備職も取るでしょ、ムードも取るでしょ、体当たり取って、ヘッセラ取って、チャンスメーカー取って、あと何があったっけ。まあ来た時に見るか。盗塁とかはマジきついからな、時間抑えするの。タックも全然来ないなっていうか、小村ちゃんの評価が低すぎる。よし、スカウトさんから10ポイントもらって、俺苦いのダメなんですよね。そういやバレンタインって、なんかバレンタインキャラ来ますかね。桜の宮か。桜の宮は取っておくか。これで
キャッチャーか。キャッチャーはもう掴んじゃおう。で、本当だったらここで回復したいんだけど、ちょっと体力がマックスなんで。あとデートが進んでないな、デートが。あ、しまった。全員ガズレ来ちゃった。まあ大丈夫だと思うんだけどね、別に。一体は残しとこう。クマさんが処理するの大変かな。で、一体予備で取っといて。いやー、ガード4か。で、ちなみにね、果たし状できる人はガード4とかですね。果たし状に関しては、まあ、ガード3、バンサー1っていうのがいいと思うんですけど、レンジャーはまずいらないですね。レンジャーはまずいらないんですけど、バンサーにガード2とかガード4とか、でも、まあ、できる人はできるみたいですね。まあ、ガード2、バンサー2っていうのは、全然ありだと思うんですけど、ガード4はね、ちょっときついんですよね。やっぱこのクマがね、やっぱり、弾けないんで。まあ、ミッション関係については、もう普通に上手い人の動画がね、どんどん出てるんで、まあ、そっちをご覧いただいた方がいいと思うんで。新島ちゃんで行くか。そろそろ新島ちゃん告白イベントが起こってもいいんだけど、草野の金徳ですね。まあ、草野はね、切れるっちゃ切れるんで、ちょっとイベントがあんまり重いようだったら切っていく方向も検討しましょう。草野、あ、バントとか持ってんだね。粘り、バント、盗塁、この辺潰せそうだな。粘り、バント、阿部比、盗塁は重い。盗塁まるで108使うのかよ。草野のコツを潰すのが大変だけど、まあ、ポイントくれたからよしとしよう。ちょっとデートだな、これは。 SG はね、ミッションがある関係でね、デートもね、かなりきつくなるんですよね。で、ヒカミンは、まあ、回復キャラっていうよりは経験点キャラなんで、最悪2周続けてデートとかやってもいいと思うんですよ、こういう体力量だったら。で、せっちゃんって回復キャラじゃないですか。だからね、2週連続でね、デートするのがかなりね、もったいない時とかもあるんで、せっちゃんはね、ほんとデートがきつくなりますね。え、これ何、どっちがいいの。野球で発散だ。いいね。で、ホムラちゃん、ホムラちゃんも意外にコツが多い子だから、こまごまとしたコツが多いんですよね、ホムラちゃんは。内野安打、チャンス、意外性、ヘッスラは潰した。意外性と内野安打あたりかな。内野安打と意外性で、ムードも取ったよね。チャンスとかどうなの、これ取れない。このメンツそうだな、コツを潰すのが大変ですね。だからこれでどれだけ経験点をもらえるか。いぶし銀も3で潰しましょう。メンタルじゃないからデートに行きますか。そうだから SG でね、どこ行こっかって言われるとね、もうめちゃくちゃショックですね。マジかよーっていう。最近ちょっと多いのが、そもそもデートすらできないっていう、なんかあるじゃないですか、なんか忙しいから無理ですみたいな。で、走り込むかみたいなやつ、あれがでも一番ひどいっすよね。
一番最初あれ来た時えっとか思いましたもん何これって。ガードレベルとかを上げていきたいんだけど、スタミナ効果を上げてラブパワーを狙っていきますか。練習がなメンタルに来てないね。あ、どうしようかな。うまくいけばラブパワー状態で合宿に持ち込めるな。デート何回？デートしとこう。安全に行こう、安全に。そうだよね。そうすると新島ちゃんのデートとかまず無理だよね、思ったけど。あ、そうだ回復しねえんだ。小村ちゃん、小村ちゃんはまあこのままコツが来たらコツを潰して、ポイントもらえたらポイントで固め、固めは取っといてもよかったか。ただまあね、ここでね SG キャラが出てきてくれるんで、結構ね回復イベントは豊富なんで、合宿中のそこは助かると思うんですけど、なかなか練習がな、練習がうまくいかないな。なんか全然タッグとか組んでない気がするんだけど。桜の宮が来たのか。二人いるからな。ここはメンタルかな。おー、いいね、いいね。さて、打撃、新島ちゃんか。新島ちゃんはね、どうしてもタックでの経験点が低いんで。肩に桜の宮。桜の宮がいるから、サブポジ星をちょっと抑えて、取れるか？キャッチャー。あ、取れるね。あと何やった？送球？でバントは取ったよね。本当に？あ、バント取った。どこだ？あ、そう、バント職人になってるから大丈夫か。一応ミッションは確認しておきますか。あ、送球が来てたし送球取ってからやればよかった。失敗した。てか特に何にもなかったしね。もうここまで来たら先に井戸端が起こって、で新島ちゃんの告白が来てほしかったんだけど先に来てしまったか。え、これどうする？新島ちゃんミッションが今月はちょっとしょぼいんで、ミッションがしょぼいんで、ヒカミンがもうそろそろ回復しないよね。なんで新島ちゃん進めていきますか。これどうすればいいんだ。練習した方がいいのか、デート2人進めていった方がいいのか。最初はね体力30くらい回復して終わりなんですけど、後の方がね経験値も入ってくるんで。まあ、金徳とかはね別に欲しいわけではないんで、どうなのかな。32の8か40。5月の4週。5月の4週か。これちょっとデートとミッションを中心に進めていきますか。じゃあヒカミンでいこう。もう何回目だか覚えてねえんだけど。これ次で最後だっけ。あんまりねヒカミンも入れないんですよね。野手の場合はどうしても左キラーなんで。理事長からの挑戦状、さすがにこれはちょっと変えていこう。
レンジャー、うお、草の38しかないの、珍しいな、マネージャーキャラが入ってくるなんて。37のバウンサーと主人公のやっぱりガードレベルが低いな。これはちょっとやっぱりミッションの高レベルのやつは難しいかな。ガードはね、あの他の人やっぱね50が欲しいんですよね。50は突破できないのかよ、マジか。これ定期ミッションもちょっとつらいな。これ突破できないんだよね。いや突破できないんだ。やばい、これはちょっとやばいな。全体的にレベルが低いか。クマさんは一回ボヨーンとやっていけば多分大丈夫だよね。であとはもうこのままでいいかな。いやこれはちょっと定期ミッションやって実感したけどちょっと厳しいぞ。ミッションが厳しいな。コツプラスタック、これは美味しいからやるとして、インコース、チャンスメーカーも取ったよね。チャンスメーカー取って、高めを取って、こんなもんか。でさきちゃんはちょっとコツでの経験点も少ないので、まあ、そこはしょうがないと。お、小村ちゃん完走した、ようやくかそうか、ようやくか。ミッションミッションミッション、果たし状、これね無理だよ。竜の卵もちょっとねなんか怪しい。果たし状このレベルはね無理だと思うんだよね。6月の2週でしょ。竜の卵やりますか。まずは竜の卵やりましょう。58の37の、まあ、ほめちゃんのレベルは別にいいと思うんですよ。ヒカミンの40でいかなきゃダメで、バウンサーは別にレベルあんまり関係ないんでいいんですけど、主人公のレベルが低い、ガードのレベルが低いっすね。まあしょうがないか、これでいこう。竜の卵ちょっと自信ない。果たし状どうしようかな。このレベル帯でいけるよっていう人どうですかね。これは多分不安げにガシャ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 来るケースっすね。一体でいけるよね。無理？あ、怖い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 。でインターバルが来るんで、竜の卵は最初にちょろっと来て、であとはクマと人がなんか大量に来るみたいな、なんかそんな感じですね。後半部分はで犬がたまにちょろっと飛び出してくるんで、まあ、それに備えてレンジャーは置いておくと。主人公どうだ、これをね、このピエロみたいなのが主人公を一人で突破できれば全然楽なんですよね。こいつらだな、もう本当にでもまあ大丈夫か。まあ竜の卵はねなんとかなりますね。3周、
これどうしたらいいんだ調べてないな。声をかける。体力回復したあんまりな、体力回復されてもな、どうしようかな。桜のには全然デートが終わんねえな。これ私上やる。桜の実はもう別に出さないからね。バウンサーレベル上げてもしょうがないけどな。ここで練習してあれ、こっちなんかあったっけ。肩か、余計なもん持ってんだこいつ。そういえば、あー来た。待て、ちょっと待てよ。タッグを見てみよう。新島ちゃんがいれば、あーこれちょっと果たし状今回飛ばします。ちょっと無理っぽいんで。で関係を修復しないといけないんで、でかつ新島ちゃんコツが来てるんで評価も上げよっと難しいねやっぱりサクチャレっていうのは。自由に編成が組めないからね。その中でどううまく立ち回っていくかっていうのが必要だから。メンタルが来てるな。メンタルやっときたいな。悟りちゃんのこれもやっときたい。新島ちゃんがいる、いいね。 10% タッグもある。やろう。とにかく関係を修復させよう今は。で7月の1週だから後のあれは発生しないよね。しまった能力上げてねえわ。サクッとやってどこまで上がる。とりあえず弾道は3にしておきたいな。パワーヒッターないからね。でミート、ミート D が欲しいな。であとは C まで行く。いかねえし。肩 F にしとくかせっかく肩コツもらったからね。これちょっとホームラン打てる。筋力キャラがいないっていうのがやっぱきついよな。かといってね、そのためにねフルナガを取りに行くっていうのも。フルナガなんてどう気づいてもさ、このイベントが終わったらもう用なしだからね。てか桜の海はそうなんだけど35まで上げた意味あるのっていうところですよね。ここで東条とかね持ってれば本当にね、多分東条とか入れた方がいいと思うんですよ。ライチとか筋力キャラのね強キャラを持ってないんで。菊本なんて前指だからもう絶対油断ないし、しかも滝本重いからイベント数が。そうするとやっぱライチ登場なんだよね。あ、ソフトなお願い。ダメダメダメ。いいね、経験点くれるね。さてさてさて、まついでにデートをしていきますか。一応ミッションは見ておいて。私上あるし。私上あるね。一応ヒカミンのデートを完成させておくか。新島ちゃんのデートやっておくべきなのかどうなのかだね。あとはあと前イベ多分終わってないよね。草野とか終わってないもんね。新島ちゃんのイベントは終わったでしょ。でヒカミンも終わった。小村ちゃんも完走した。で草野か。そう考えるとどっか一個切るべきものは切った方がいいかもしれないですね。あれちょっと待って今評価どうなってる。その他関係者、あ一応マックスまで溜まってるか。で一回コツが来てるから多分そのまま練習していけば、あてかデートしよう普通に。で7月の4週で私上やりますか。てか試合大丈夫だよね。
全然終わんなかったな。前行けがちょっと重いか、やっぱり。で、そうか、あとデート回数が多くなるってことは、それだけ練習回数も減るから、やっぱり役割のレベルが上がんなくなるんだな。でもね、後の方になるとね、18、18、18とかくれるからね。これでちょっと D にはしておこう。チャンスは取っとくか。初級も取っとこう。もうちょっとでも打ちたいからね。できればね、打撃は CC 欲しいんだけど。0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁。これはいい当たりだ。いったー。これギリギリだったな。ポール間際。セキュリティガードリードで迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面。カーブだから。ちょっと重い球持ってんのかよ。よりによって。ライト前に出る。取りました。ワンアウトランナー。同点になってしまった。ノーアウトランナー1塁という場面で米倉。すげえな、5-4って欲しいね。うわバッティングがしょぼーい。よし、おい、あっぶんねえ。誰さよなら打ったの。さてさてさて、じゃあ行きますか。これはもうどうせ終わんないんで切っちゃおう。ここで切るとどんくらいになるの。おー、いいねいいね。67もらえるのか。かつチームメイト評価が10、初めの方に出てくれるといいっすね。で、肩、桜の宮か、やっぱり。桜の宮どうしようかな。ちょっと別のキャラでも、別のキャラ古永の PR とか持ってないからね。デートじゃなくてミッションだ、ミッションで。果たし状を、まあ、やるにはやるけど、これね無理だと思うんだよね。ガードレベルがちょっと低い。草野が44かで、レンジャーは入れないから、この編成でいきましょう。ガード3バンサー1。ただヒカミンと草野のレベルが40代はっていうところですね。でもちろんカラスは使っていきます。で、果たし状に関しては始まった瞬間前段発射がもうセオリーなんで、始まった瞬間に全員出すと。で、あとはもうやばいところをどんどんひたすら埋めていくと。ここっすね。で、ここやばい、ここやばい、ここやばい。で、ここやばいでしょ、ここやばいでしょ。下がやばい。下がめっちゃ来てるね。で、ここ出すでしょ。で、こいつおっさん。で、下でやって、おっさん弾いて、下やばい。で、ここ。で、おっさん弾いて。やばいな、これ。ここでもう使うか。これ2人がかりで弾けないのかよ。まずどんだけだよ。弾ける？あ、これ1人だそう。まあなんとかは、なんとかはなったか。カラス使えば。果たし状もね、なんかこう出てくる人たちのタイミングによってね、なんかやたら難しかったりする時があるんですよね。だとなんかそんなに難しくないなっていう時もあるんで、まあ、ラッキーボーイとか珍しいのもらったな。まあとりあえず果たしはなんとかなりましたね。まあカラス使えばまあまあっていうところか。練習がな、なんか全然経験点取れてない気がするんだけど。新島ちゃん、なんかなんとなくもう評価上がんないか。よしよしよし。サクッといきましょう。
ミートが C に上げられますね。足ちょっと上げてく。よーし、これでいこう。まあ筋力キャラ古長とかね、マジ全く使ったことないからね。セキュリティガード追う展開で迎える1回です。どういう感じなんだろう。米倉、あーっと入れば同点だ。入った。うおー、めっちゃ点が出んな。セキュリティガード追う展開で迎える1回です。フルヒッターを持ってんだっけ。先ほどホームランを放った米倉。フルヒッターね、ちょっと特殊力としての存在意義が薄すぎるんで、だいぶ敬遠されちゃいますよね。高速打法の方が全然いいんで。ワンアウトランナーなしという場面で米倉、今日2打点を挙げています。結構これは試合展開がまずいね。しまった。取りました。ちょっと詰まらせてしまった。やばい、ここで同点に追いついておかないと。シュートか。1塁という場面で米倉、ここまで全打点を叩き出しています。第3球を投げた。いや、全打点を叩き出してもいいけどさ。次は4球目投げた。あー、しまった。全力ストレートがやばい、これは負けた。まあ経験点を出すだけだったらやっぱり最後まで行くのがマストにはなりますよね。まあでも今回はちょっとイベント的な流れをつかむっていうのもあったので、まあ大まかなね計算はできるんで、まあ、50-50-50 取って、そうだよな、今回は草野が完走できなかったけど、これホムナちゃん完走しないっていうのが最悪になるんで、これめっちゃもらえるな、3人いると。やっぱり前で誰か切るべきっすね。草野は切るか。清水かおるちゃんってイベント的にどうだったんだ、完走できたのか。4700か、4700か、4700でしょこれで。で甲子園、まあ甲子園優勝とまではいかなくても5000ちょいってところか。6000はね行きたいんだよね。そうするとちょっと桜の宮をどうするか。かといってね、変えるやつがいないんですよね、桜の宮に変わる人が。まあ能力はどうでもいいんで、盗塁とかね、めちゃくちゃ使うんだな。流し打ちも取っておくか。ラッキーボーイとか気迫ヘッドとか、もうこの安さ異常ですよね。ラッキーボーイと、まあ別に能力は関係ないんですけど、そうですね、経験点がといったところなので、編成をちょっと見直して、イベントもちょっと見直して、まあもう少し精査をしていこうと思います。まあ、多分ただ自分のデッキの中でいくとこの編成が一番いいのかなっていうところはあります。という感じで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。